ヒバス姫命は、水人天皇の二番目の皇后。父は、丹波道主王、母は、丹波の川上の朝秀いらつめ。水人天皇との間に、慶光天皇の他に王子、二王女を生む。ヒバス姫は、日本書紀での記述であるが、道書は、日曜すね命、日曜す姫命にも作り、また、古事記は、交流宗姫命、ヒバ衆姫命に作る。 日本書紀によれば、追認天皇の皇后教師姫命のが、同天皇五年に講じた後、その意志により、同十五年二月講師に、丹波から妹たちと共に皇宮に迎えられた。同年八月神後に皇后に建てられた。追認天皇三十二年七月希望に講じた。その葬儀に際して、それまで行われていた巡視を悪臭と感じていた、天皇が軍警に、 葬儀の方法を問うと、飲みのスクネが生きた人間の代わりに埴輪を埋納するように進言したため、その両母に初めて人や馬に見立てた埴輪が埋納され、以後も踏襲されるようになったという。古事記では天皇法御後も生きており、立ち守を治むから、自軸の皇の好みの半分を受け取ったとされる。日わ姫命の狂気の寺官両領は、宮内庁により、 奈良県奈良市三笹町にある狂気の寺館三笹に事情されている。宮内町上の形式は前方公園。遺跡名は先量産古墳で墳丘長207メートルの前方公園墳である。中世にはその所在を失ったが1875年に事情を見て修士を加えられたものである。ありがとうございます。